自由民主党青年局は自由民主党の組織局の一つ。主に若手の議員によって構成される機関である。通例、自民党青年局と呼ばれる。国会議員によって構成される党本部の青年局と地方支部の青年局があるが、特に断りがない場合、通常前者を指す。45歳以下の党員で構成される。党所属の国会議員はじめ地方議員。 サラリーマン、学生、いずれの場合も45歳以下でさえあれば、青年局に所属することができる。慣例上、衆議院議員は当選3回以下、参議院議員は当選2回以下が参加資格とされている。党本部の青年局役員は、大臣、副大臣、大臣政務官などの職にあるを除く、党所属国会議員の中から、 総務会の承認を経て任命されるが45歳以下の当所属国会議員全員が自動的に青年局所属となるわけではない。重要な性格として自民党における唯一の対中華民国窓口機関であることが挙げられる。これは当時の海府都市記青年局長、小渕恵造青年部長が台湾の小警国との間で 両国間の窓口を自由民主党青年局及び中国青年反共級国団とすると合意したことに遡る。以降、毎年日本台湾間の相互訪問を実施しており、1972年の台湾との国交断絶後も続いている。2011年10月には麻生太郎ら青年局長経験者が放退し、中華民国建国100周年の祝賀式典に、 出席した。党本部における青年局幹部は青年局長を責任者とし、以下局長代理、部長、広報部、国際部、学生部、有説部の政府部長、東部、中部、西部の統括部長からなる。党の縮小版と表現されることもあり、党本部と地方の橋渡し役を担っている。局長以外には個別の役員の肩書きのほかに自動的に 自由民主党青年局次長の肩書きがあてがわれる。このため、党本部の青年局全員が、表面上、青年局の役員ということになる。党本部の青年局長は、若手政治家の登竜門と呼ばれる。青年局長経験者では、竹下登、宇野宗介、海部都市記、安倍晋三、麻生太郎の5名が後に総裁、総理まで上り詰めたほか、中川昭一、 ぬかが福士郎などの主要政治家が名を連ねる。また、青年局長は、青年層の代弁者として、役員連絡会や自民党における最高意思決定機関、総務会にも出席を求められる。竹下内閣退陣後、竹下が自民党国大族に挨拶に来た際、国体副委員長の高村正彦らに対し、雑談交じりで、 僕の次の自民党青年局長は、宇野さん、その次が開復だったわなと発言。高村はその時点では聞き流していたが、後になってその意を察したという。福田康夫内閣では、閣僚18名中3名及び消費者行政、担当大臣の岸田文雄が、第二次安倍内閣では、閣僚19名中5名が青年局長、経験者だった。 浜田孝一とその息子の浜田誠一は親子で青年局長に就任した唯一の例である。2015年6月青年局長であった木原稔が呼びかけ人となる文化芸術婚話会が発足したが、同会の初回会合において報道規制容認発言等が続出したため、文化芸術婚話会も参照不都は内閣総理大臣経験者。ありがとうございます。